ステルス迷彩、君は俺の友はどこだ。何のことだよ。今度は何だ。スネーク。さっきの忍者。待っていたぞスネーク。貴様は一体。敵でも味方でもない。そういうくだらない関係を超越した世界から帰ってきた。二人きりで勝負をつけたい。邪魔な奴らは排除した。目的は何だ。ずっと待ち望んでいた。ただお前とのひとときを楽しみたい。何なんだよこいつら。これじゃまるでアニメじゃないか。決着をつけるためにあの世から戻ってきた。恨みか。そんな陳腐な感情ではない。お前との生死をかけた戦い、そこにのみ快楽がある。お前を殺すこと、お前に殺されること、どちらも同じだ。ふん、いいだろう。特等席で見ているがいい。その男は必要だ。手出しはさせん。はい、それでは忍者戦の解説を入れていきます。まずこちらのソーコムは刀によって撃ち落とされてしまいます。連射力のファマスでも同じ感じですね。重火器系は刀で撃ち落とされてしまいます。また爆破系、C4 爆弾とかグレネードとかでもこのように足元で爆発させても瞬間移動で避けられてしまいます。忍者が抜刀している状態で近づくとこのように斬撃を食らってしまい、このダメージが162とすごいでかいんで半分以上削られてしまいます。また脳当時では非炎連脚のようなアクロバットな攻撃をしていきます。そしてその機動力を生かしてですね、飛び上がって踏みつけも行ってきます。これがだいぶモーションが速くてですね、なかなか避けづらかったりするので注意しましょう。ある程度ダメージを与えると瞬間移動からの強いパンチを繰り出していきます。この瞬間移動の方向が様々であるので攻撃を当てようとするとかわされてしまう、このようなカウンターのように食らってしまうので、ある程度ダメージを食らった状態でこれを食らってしまうと162ダメージなのでゲームオーバーにつながってしまいます。またさらにダメージを与えると攻撃モードが変化します。このように忍者を中心に放電がされる感じですね。この全方位型の攻撃なので近づくだけでダメージを食らってしまいます。忍者の複数の攻撃モードがあるので、それに合わせて攻略方法を変えていくことで被弾を少なく攻撃頻度を上げるということが攻略の鍵になると思います。それではどうぞ。さあ俺を感じさせてくれ。俺に生きる実感をくれ。武器が効かないので素手で殴っていきましょう。このように2回当てると攻撃モーションが変わっていきます。装備に頼ってはいけない。いや、刀使ってましたけどね。で、初めはこのように近づいて殴るだけで当たるんですけど、後からはターン制ですね。向こうが攻撃してきたら、隙を見つけてこのように殴るという形ですね。で、こうやってしゃがむと、踏みつけ攻撃を必ずやってくるので、このように誘導して確実にコンボを決めていきます。パンチパンチキックで一番キックの方がでかいので、なるべく最後のキックが外さないように、このように当てて外しましたね。当てていきましょう。今の危なかったですね。はい。でこの通路で戦うとどちらから攻撃してくるかが結構絞られるので楽ですね。はい、またモードが変わりました。はい、ここから鬼ごっこになります。かくれんぼか。はい、まずはボーナスかくれんぼですね。
ここを殴っていきます。で次、右側ですね。音を聞けばどちらに動いたかとか大体聞き分けることできるので音を聞きましょう。で音が聞き慣れない人がいれば赤外線ゴーグルですね、これをつけてここですね、殴っていきます。ただ注意なのが、はい、こんな感じで赤外線ゴーグルつけてるとムービーも赤くなっちゃうっていう欠点があるので、はい、そこだけ注意しましょう。であとは、瞬間移動からの強パンチモードですね。でこれは、はい、こんな感じですね。もう一番楽なモードなんですよね。こうやって近づいて瞬間移動した隙を見つけて、はい、殴る。もうずっとこの忍者のそばにいればシュンシュンパンチコンボみたいな形で安定した攻撃を与えることができるので、はい、もう勝ったも同然のような形ですかね。あー、ちょっとキックが当たらない。ここまで来ると、はい、放電モードです。近づくと、当たってしまうので、なるべく離れた位置から、素手では、当たらないんですけども、この時は、なんと重火器が有効なので、落ち着いてですね、当てていきましょう。よいしょ。で、次が真ん中ですね。よいしょ。で、次は右上ですね。ここで最後です。はい、痛みを上げましょう。はい、お疲れ様でした。またしばらく黙ります。